お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの高回転ウォールブレイカーデッキやっていきたいと思います。久々のね、ウォールブレイカーですね。でまあ最近だとドリルが使われるんですけど、普通のもうディガー型のね、元祖ウォールブレイカーデッキやっていこうと思います。で今日なんでこのデッキねやろうかなと思った理由なんですけど、僕最近ねホグライダーずっと練習してるんですよ。でホグ極める企画とかやったりしてるんですけど、やっぱホグやってて勝てない時とか、ホグちょっと飽きたなって時にこう違うデッキでやっぱね休憩というか遊んだりするんですよ。でよくこのウォールブレイカーでやってたら、ホグよりねこっちの方が極まっちゃったっていうめちゃくちゃ上達したんですよ、このウォールブレイカー。なのでちょっとそれをね今日は皆さんにお披露目していこうかなと思います。レッツゴー。で流行りのね、高回転ゴブドリーとかに対してもやっぱダークプリンスがねめっちゃ優秀、まあ、あとはコウモリとかも結構無双する形で普通にね環境デッキにも戦えるよっていう、結構強いです。さあ今回の相手ヒーラー出てきましたよ皆さん。エリゴールじゃないですか。いやエリゴールちょっと話違うんだよなエリゴールめっちゃ久しぶり見たな。さあまあダクプリでどれだけ頑張れるかっていう話だよねマジで。ダクプリとあとはこのねウッドで、いやこのウッドで世界を変えてくれなきゃ俺終わるんだよねマジで。よしよしよし、いやいいよ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 、やりゴムできるだけやられない方がいいな俺は。キンキドこれできそうじゃない、コウモリか、いやコウモリキングを攻撃して、いやこれキング起動したかったな正直。さあエリゴレ、エリゴレは違うてマジで。いやまあでも頑張れないことはないよね。ダークプリンスがやっぱ範囲攻撃なので、エリゴレのね溶かす、エリゴレとかプッチョとかを溶かすのは優秀なので、まあテスラダークプリファイブウッドを使えばまあ耐えれると思うんですよ。まあ、ライドラが来るのか、そうですね。でここでファイブからのウッドでよしよしよし、それでほぼ全溶かし、いやいいよいやいいよいいよ、よりゴブよりゴブ痛いよこれ、地味に逆に痛いんですよねこれ。さあ相手このコウモリですらねきつそうですからねで嫌な雨でね全てが巻き込まれないように逆サイド、テスラが強すぎてついにエリゴレにまでテスラが入ってきてますね。で僕これ多分ね一本守れない気がすんな、わかんねえけど21プランに切り替えた方が楽そうなので、ちょっと21目指してやっていこうかなと思います。よいしょ。さあダックプリでもあんま避けたくないっていうね正直。テスラでまあディガーで嫌な雨がまだあるので、ここでもう一枚行く必要はないかなっていう。さあやりごぶ強え、あのライドラほぼ溶かすんだよあれ。ヒーラーてかテスラがあったから相手あれがないっすね、舐め忘れたわ、ヒースピ、そうよしよしよし、いや意外と守れるな、意外と守れる。でこのやりごぶですらね延命していきます。でウォールブレイカー単品でも強いでしょっていう。なんかねホグクエイクでそのテスラをよく使ってて、あとは1コス2コス1コス系でなんか低コストで回すっていう立ち回りをずっとやってたから、なんかね知らぬ間に結構この高回転の使い方っていうのがね上達してたんですよね。よいしょ、ウッドでカード回すだとか、なんかそう気づかぬ間に高回転が上達するっていうラッキーすぎん、ホグ練習してたからね、他が極まってもまあみたいなとこあるんですけど、なんかもう前よりねこの高回転ウォールブレイカーがねもう断然上手くなりましたね。てかあんま使わなかったんですけど、トルネ型とか使ってましたけど、ファイボ型とか、そうですけどね今度からちょっと積極的にもっとね使っていこうかなと思いましたね。なんか基本的には本当にもう2コスしか出さないみたいな、そんな感じですね。まあ、ダックプリがね相手に刺さる場合、今のエリゴレだったりドリルだったり、まあ、そういった場合は出すんですけど、もうそれ以外の時にこうね出さないっていう立ち回りをやっぱホグでね学びましたね。やっぱできるだけ低コストで回すと、それだけね回転が変わる、サイクルがずれていくっていうので。さあフリーズも使った、これコウモリでいくじゃないですか。でめっちゃコスト使ったら端前ダックプリとかもねありますよね。でここでウッドで回すんですよね。これもホグ使いとかクロス使いとか高回転の人がねやります。ダークプリンスとか出すんじゃなくて、一生このね2コストちゃんで回すんですよ。2コストディガーだけで勝てるみたいな。よいしょ、さあウォールブレイカーで逆サイ振っていってみたいなね。でウィザード咲きました、ボンバー咲きましたと。
まあこういうのはね、ダックプリでいい気がするな。で、一応今3学語がいるんで、まあどっちかに3学語、まあ3学語勝てねえんだよな、俺。まあこんな感じでね、逆サイフル。で、まあガゴの防衛に、やりごぼを出すよね、みたいな。いやー、いいよね。綺麗じゃない。まあニコスウォールブレイカーやってもよかったけどね。まあちょっとコスト使ってるので、一旦ステイしましょうか。まあ今回の間のデッキはわからんですね。とりあえず、とりあえずテスラですね。まあテスラ、俺も入れてるからね。大流行すぎる。で、ウッドで回して、みたいな。テスラ、ダクプリ、ダクプリ、サンガゴで、サンガゴフリーズ。バルーンとかなのかな？これなんだろうね。これは、ニコスウォールブレイカー出しても、あのテスラで行かれるので、まあ足遅いね。ダークプリンスから。で、これテスラからの、まあコウモリかウォールブレイカーあれば、ペッカ溶かせると思うんですよ。まあウォールブレイカーでおしゃれに溶かしてもいいよね。なんか防衛ウォールブレイカーでね。やっていこうかな。さあ、ディガーでタワーのターゲットを取りながらみたいな。まあそれはもうね、やばいやばい、ウィザード強い。まあまあまあ、こんぐらいならね許します。でも両サイですね。間のデッキはなんかペッカーなんかです。でフリーズでポン、でオールブレイカーが普通は止まんないけど、テスラがあって止まっちゃう。で、ウッドで回しつつの、まあ、両サイドね、プレッシャーかけていきたいよねって。ペック出してくれたらもう逆サイぶっぱで終わるんだよな、多分。起きた。でもフリーズであんま固められるの嫌だから、そこそこにして、これセミファイブ打つと、ウィザード逆サイ行くと思うんだよな。オッケーオッケーオッケー。熱い熱い熱い。で、これ多分三角見たから、気をつけて、コウモリじゃなくテスラ。で、やりごぶ。で、ウォールブレイカーツリー。やべやべやべ。やべ、頑張ってくれ。フリーズ来る、フリーズ来る。フリーズ来てもいいように、こっちが落とす。まあまあまあ、これ落とされたとしても、2-1 ね。しょっぱなから両サイ削ってたので、まあ大丈夫じゃない？で、困ったらテスラ置いとけばいいです。これ相手も同じなんですけど、困ったら一旦テスラ置けばなんとかなります。で、これはもう、行ってもよかったけどな。どうなんだろう。まあ、一回なんか後ろからゆっくり行こうかな。よいしょ。ファイボ削りしたいけどな。ウッド、削る。さあ、テスラを植える。このテスラを相手が突破できんのかって話ですよね。さあ、ダックプリ一応スケラ警戒出す。あれ、ファイボっていいね。もうちょっと待ったらもう一枚ぐらい出てくるそうだ。うお、全然違う。なんか、ごっちになってきた。さあ、受けて。陸受けがね、微妙に薄いけど、まあ、ダークプレイス硬いんでね。さあ、こっからはもう俺のターンですね。よいしょ。で、まあテスラあるんですけど、これゴリゴリ行って、次の週で突破したいみたいな感じだったんですけど、全然だな。全然だ。まあ勝ちに間違いないんですよね。もう本当に、こっから負けるなんて、これ真ん中ペッカ来て、みたいな。そんな感じかな。よいしょ。で、ここでもうディガオルウェイが飛ばしていきます。で、ヤリゴブリンとかいればね、どうせ守れるんで、攻め打ったとかしてね。よいしょ。積極的な攻めがやっぱ大事ですよね。いや、強え。マジで、こう見ると、やりごぶコウモリ、ウォールブレイカー、ダックプリとかも最近、使われすぎてるけど、バカ強えっすよね。さあ、ウッドでね。まあ、これユニット当たればいいですし、当たんなくても、まあ、カード回しと、スペル削り。っていうので、もうこれは勝ったんじゃないでしょうか。ナイスっていうね。まあまあまあ、この辺は余裕ですね。本当に、でも負ける時結構ないぐらい、このコケテモルブレイカーね、環境にも強いですし、使いやすいし、安定、マジで強いと思うな。まあ、マザーネクロとかいても、ファイブ打てばいいし、なんならコウモリとか出して、マザネク来る読みで、ダークプリンスで蓋してあげて4アドみたいなこともできますし、なんかね、やっぱ、高回転デッキの安定感、ホグと違うね。最近のね、ロケホーホグ、めっちゃやってるんだけど、もうね、ヤナメ引いた瞬間、激キツなの。もうきつすぎて話になんないんだけど、このデッキはね、なんか全然ヤナメ引いても全然余裕だしみたいな。エレジェイか、ほんとね、弱点が少ないから好き。ちょっとテスラ置いとくか。ちょっと怖くなってきたな。相手エレジェイっすね。やべ、この痛え。ウッドで外にやっちゃったな。さあ、アドバがやばい。これもうちょっとユニット出してほしいな。次のテスラを回します。ボンバ、いや、ボンバ強え。さあ、やばいです。ピンチです。エレジェイ、確かに嫌かもね。もしかしたら。確かにって、俺は誰と一体話したんや。
LJ ちょっと嫌じゃないですか。テスラがなんか行かれたら終わるっていう。さあ、まあテスラ2周目はね、回しまくって頑張るって感じだけど、さあ行くか。これダクプリ残ってるからね、コウモリも行ってあげると。陸行きが出てからの空ユニットを出さないといけないから、あんまコストないと思うんだよ。うん、よし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 。で、ボン、トルネサイタ、ボンバーかマザネク、セパします。スケか。あ、さっきできてましたね、そういえば。なんで、マザネクの枠がスケになったのは、ちょっと高回転目のエレジャイだから、どうだろう。マザネク警戒しなくていいのは、まあ楽ではあるが、回転が速いから普通に2周目とか3周目のエレジャイが厄介っていう。そんな感じかな。まあ、でもエレジャイに勝たなきゃやってらんないっすよね、今の環境。さあ、これ相手トルネ回ってないと思うんで、裏側にやってあげて、回ったのかな。オッケー、いいよいいよ。もしかしたら回るけど、ディガーが竹取ってるから入ると。うわ強っ。いや、ウォルベーカーも強えよな。強えカード多いっすよね、今の関係。マジいろいろ強え。で、このコウモリであの後ろのボンバーをやりたいっていう。で、この残り物のコウモリ生かしたかったけど、全然残ってねえな。マジ、コウモリ無双っすね。相手インドロしかねえから。ウォールブレーカーも対応しないといけないからね。対応しなかったら、まあもうね、圏内ではあるから、俺はこれを守ればいいっていう。で、ウッドでできるだけテスラ延命して、このテスラでね、ダメージ稼ぎたい。さあ、防衛ディガー。で、エレジャイ溶けたらコウモリ。まあ、サネクいないんでね、もうコウモリゲーですね。さあ、このコウモリとかにね、ディガーを組み合わせてあげると、もう本当にめっちゃいいんだけど、ディガーを覚えて使った。さあ、ファイブウッド圏内。まあ、ファイブ圏内ですね。オーケー、グッドゲーム。まあ、テスラがあるから、結局テスラ2周回せば、大型系、ジャイ、ロイジャイ、ゴレ、エリゴレ、エレジャイとか全て守れちゃうんですよね。いや、俺、このデッキめっちゃ強いと思うんですよね。まあ、僕が作ったわけではないし、結構前からあるデッキなんですけど、マジでね、本当に。まあ、ゴレ黒ぐらいじゃない?負けるの。結局負けるのゴレっていうね。いや、でも分かんない。ゴレにも勝てんのかな?ファイブだし。おー、マザネク来ましたね。で、ここで、まあ、コウモリからの、まあ、ダークプリンス直当てとかでね、いいんですよ。で、マザネク咲いたってことは、あなたコウモリきつくないっていう話なんですよ、これ。で、ウォールブレーカーとかもきつくないっていうね、もう追加してあげて、ゴリゴリね。うん、バシッバシッ。やべ、これなんかロイとか来たら終わるけど、フリーズ使ってるから、さすがにロイじゃないよ。ロイジャイフリーズとかだったらもう化け物だって。さあ、まあ、トリトンメカゴフリーズの時点でスケラかバルーンの2択になるんですよ。どっちだろうな。いや、どっちだろうな。スケラかバルーンの2択で、いや、どっちの可能性もあるんだけど、基本スケラだよね。さあ、ファイブ打っとくか。テスラ最強。で、テスラ冴えてもコウモリやりゴブ、ファイブあるからバルーンもね、そんな怖くない。で、ここのウォールブレイカーちょっと早めに行くのは、今ユニットで相手が守るじゃないですか。残ってんすよ、テスラが。だから、この残り物テスラで回収できるからっていうウォールブレイカーですね。で、ややコストアドは取られてますけど、まあまあまあ。いや、でもランバーだからバルーンだな、これ。メガナイトバルーンです、これ。はい、わかりました。バルーンです。多分ですけど。さあ、マザネク咲いてる。いや、バルーンだよな、これ。どっからどう見ても。ああ、ヤナメだしな。いや、ヤナメはスケラマルか。さあ、ディガー。で、バルーンだから、テスラをね、あんまり先置きすると、ちょっと怖いけど。そんななのかな。さあ、ほどほどに攻めて、これもっと攻めないと良くなかったかもしれないな。逆に形組まれて終わっちゃう気がする。どうだろう。気合で守れるもんかな、これ。気合で守れるもんかと思っていこう。で、こっちメガナイト側がやばいので、あれ抑えれるんじゃない。2発入るよ。でも2発しか入らない。逆に考えると。メガネと裏飛んでく?いや、飛んでくんならオールブレーカー追加したかったけど。いや、飛んでいかない。
伝える。許容、鬼の許容。ファイボー、よし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 、いいよ。よい、相手警戒してる。ランバル来るね。ランバル来るが、ファイバルよ。ファイバルも守れるでしょ。オッケー。いや、なんならコウモリで。いや、一応打っとくか。一応打って、で、D が裏のウォールブレイカー追加。あー、勝ちましたね。絶対止まんない、これ、両方。両方止めるのは不可能です。オッケー、グッドゲーム。あぶね。これちょっと怖かったですけどね。まあまあまあ、でも言うてて逆にこれに勝てるなら本当に何にも負けないよねっていう話なんですよ。いやー、北上手くなりてんだけどな。ウォールブレイカー、まあ昔から使ってるっていうのもありますけどね。でもこの形はね、本当にほぼほぼ触れたことがなかった。けどそれでもやっぱ勝てるから、難易度というか、使いやすい方だと思うんですよね。マジで強い。さあ、檻だから、まあ、エレジャイか、スケラか。まあ、どっちかだよね。エレジャイか、スケラか。なんとなく防衛ディガーしちゃいます。うん。どっちだろう。いや、わかんねえな。エレジャイもスケラも形全く一緒なんですよ、ここまで。ダークブリボンバーはマジで一緒だから。まあ、これでわかりましたね。エレジャイですね。しかもマザネクガツと。まあ、やや厄介ぐらい。やや。まあ、言うて。さあ、オールブレイカー、セッパから行きたいが、インドラ来たから固めると、トルネでキング起動されちゃうかな、分かってると。さあ、テスラ置きます。テスラ最強なので、テスラに頼るのマジで大事です。テスラゲーです。うわぁ、おしゃれ。やべえ、これトルネでキング起動されるの嫌だから、ブッパ。よーい。タルババなのか。お、ディガーナイス。よくやったよくやったよくやった。今の竹取るのえぐいな。いや、でかすぎる。さあ、ユニットぶっぱしたことによってね、相手はトルネで、近畿道もね、なんかしにくそうでしたね、今。ハシマヨルグブワンチャンマザネク来るけど、ケツエレジャイとかぶったタイミングだったら絶対嫌だろうから、相手。俺らも多分コスト少ないと思うんだけどな。ダックプリコウモリぶっぱとかもあれだけどな。さあ、マザネクワンチャン来る。よいしょ。で、ウォールブレイカーまで行っていい気がするな。え、なんか相手のマザネクタギが優秀なんだよな。いやー、ウォールブレイカー絶対いらんかったな、これ。マジで。あたあと重いやつな。いらんかったーっていう。さあ、おい、なんかのライトニングが来ました。でも、今ライト打ったってことは、これブッパでも終わりでしょ。普通は。普通は終わりだけど。ウォールブレイカーじゃなくてコウモリからだったかな。まあまあ、でもトルネ使ったし、ディガーがめっちゃ入ってる。で、ハシマヨリゴブでもう一回プレッシャーかけて、やっぱこうプレッシャーかけ続けるの大事。ケツエレジャー行こないかな。もうダックプリコウモリでさ、逆サイブッパしたいな、ちょっとだけ。で、一応テスラ置いて、一応守るね。一応守んなきゃ俺負けるので、そこそこに守る。そこそこに守って、しかも攻めてるから、オッケーオッケーオッケー。やべ、ウッドが変なチョコ。これ、絶対マザネクいきますよ、ダークプリの後ろ。よしよしよし。いやー、これ5打っとくか。ちょっと事故るんでね。コウモリ出してさ、なんか事故るのマジ嫌なんでね。で、ハシマインドラも一応警戒して、ちょっと低め。で、やりごぼ置いて、ここで今ディガー飛ばせば、もしライトニング打たれて突破されても、逆に俺の攻めをね、止めれないよねっていう、ライト打ったから。よしよし、相手のこう攻めたいタイミングとスペル打つタイミングと合わせて攻めることによって多少ダメージを受けるかもしれないですけど、確実にね、こっちのダメージも通していくっていう、このね、ホグを飛ばすタイミングとね、完璧防衛しながら今だっていうね。いや、マジで強えこれ。はい、というわけで高回転ウォールブレイカーのね、ダクプリーバージョン、いやマジでめっちゃ強いの、本当に。ホグ俺めちゃくちゃ練習してんのに全然勝てないんですよ。けど、ウォルブレイカーも数回やっただけで、本当にね、使えるぐらいっていうか、まあ、デッキパワーが多分あると思うんですよ。環境にも強くて、まあ、ウォルブレイカーも強いし、とりあえず強いから、ぜひ皆さんもこれね、使ってみてください。めっちゃおすすめでございます。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。今後ホグもっと頑張ります。では、お疲れちゃんでした。またね。